ロックインジャパン2024ナンバーアンダーラインアイ漢字サインが話題。平野紫の平野元優太の騎士そして神宮寺優太の神宮寺と、普段はあまり見られない漢字バージョンのサインが披露されたことで、ファンたちは大いに盛り上がった。ロックインジャパンフェスティバルは、日本の音楽フェスティバルの中でも特に人気が高く、毎年多くの観客が訪れる。数多くのアーティストが出演し、 それぞれが素晴らしいパフォーマンスを繰り広げる中、ファンたちはその熱気と興奮に包まれる。今年のロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024も例外ではなく、特に注目を集めたのがアイドルグループナンバーアンダーライン愛のステージだった。ナンバーアンダーライン愛は、メンバーそれぞれが高い実力を持ち、ステージでの存在感も抜群だ。彼らのパフォーマンスは常にファンを魅了し、その熱狂的な応援を受けている。 ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での彼らのパフォーマンスもまた、期待を裏切らないものだった。ステージ上での彼らのエネルギッシュな姿は、観客の心をわしづかみにし、会場全体が彼らの音楽に引き込まれた。特に今回のフェスティバルで話題となったのは、彼らのサインだ。メンバー全員が漢字でサインをしたことが、多くのファンの間で驚きと喜びをもたらした。平野翔の平野優太の 騎士、そして神宮寺雄太の神宮寺と、普段はあまり見られない漢字バージョンのサインが披露されたことで、ファンたちは大いに盛り上がった。この漢字サインは、日本の伝統的な美しさを感じさせると同時に、メンバーたちの新たな一面を垣間見ることができる特別なものだった。サインが飾られている場所は、ロックインジャパンフェスティバルの会場内に設けられており、フェスティバルに参加したファンたちは、 その貴重なサインを一目見ようと足を運んだ。サインを見たファンたちは、メンバーの細やかな気遣いと彼らの謙虚さを感じ取り、その感謝の気持ちを SNS 上で共有した。特に、平野翔のサインが他のメンバーに比べて小さいことが話題となり、そのユニークさに多くのファンが反応した。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス後、ファンたちは彼らのサインに加えて、ステージ上での彼らの姿を振り返りながら、 再びその魅力を確認することとなったフェスティバルの後も、ファンたちは SNS で感想を共有し合い、その余韻に浸っていた。フェスティバルの熱気は冷めやらぬまま、彼らの人気はさらに高まっていることがうかがえる。今回のロックインジャパンフェスティバル2024でのナンバーアンダーラインアイの活躍は、彼らのファンだけでなく、音楽ファン全体にも強い印象を残した。彼らのパフォーマンスはもちろんのこと、 漢字サインという新しい試みがファンの心をつかんだことは、今後の彼らの活動にも大きな影響を与えるだろう。特に、海外のファンにとって漢字は特別な意味を持つことが多く、これがさらに彼らの国際的な人気を高める要因になるかもしれない。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルは、音楽を愛する人々にとっての一大イベントであり、そこでの出会いや経験は、参加者一人一人の心に深く刻まれる。 今年のフェスティバルも多くの人々にとって忘れられない思い出となったことだろう。そして、その中心には間違いなくナンバーアンダーライン愛がいた。彼らの音楽とパフォーマンス、そしてその裏にあるファンへの感謝の気持ちが、このフェスティバルをさらに特別なものにした。フェスティバルが終わり、会場を後にするファンたちは、彼らのサインがいつまでも飾られ続けることを知り、また次の機会に訪れることを誓った。 彼らのサインは、ロックインジャパンフェスティバルの歴史の一部となり、今後も多くのファンに愛され続けるだろう。フェスティバルの余韻がまだ残る中、ファンたちは次のナンバーアンダーライン愛の活動に期待を寄せている。ロックインジャパンフェスティバルが終わった後、その余韻はしばらくの間、ファンたちの心に深く残るものとなった。特に、ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、その日の出来事を思い返しながら、 次回の彼らの活動に期待を寄せる日々が続いた。音楽フェスティバルは、ただのエンターテインメントの場ではなく、ファンとアーティストが心を通わせる特別な空間だ。その中で生まれる瞬間瞬間が、後に思い出となり、人々の人生の中に刻まれていく。フェスティバルの後、SNS やファンコミュニティでは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスやサインに対する感想が飛び交い、 それぞれぞののファンが自分の経験を共有しあった多くの人が彼らのステージ上での姿に感動し、その後も熱い議論が交わされた。中でも、幹事サインに対する意見は様々であり、これがどのように彼らの次のステップに影響を与えるのか、興味深い議論が展開された。一部のファンは、幹事サインが持つ意味深さや日本文化との結びつきを評価し、 それが海外のファンにとっても新鮮で魅力的な要素であると感じていた。特に、海外ファンにとって漢字はミステリアスで美しいものとして映ることが多く、これが彼らのグローバルな人気をさらに高めるのではないかという意見が見られた。一方で、別のファンたちは、漢字サインが彼らの普段のサインと異なるため、少し違和感を覚えたと感じていた。しかし、それが新しい試みであり、彼らが常にファンを驚かせ、 楽しませようと努力している証拠だと理解し、応援する声も多かった。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルという大舞台での経験は、ナンバー・アンダーライン愛にとっても重要な転機となったかもしれない。彼らの音楽性やパフォーマンスがどのように進化し続けるのか、そして次にどんなサプライズを用意しているのか、ファンたちは胸を高鳴らせている。彼らの活動がさらに活発化し、新しいチャレンジに取り組む姿を見られるのは、 ファンにとって何よりの喜びだまたこのフェスティバルを通じて音楽が持つ普遍的な力を再確認することができた。音楽は言葉や文化を超えて人々の心をつなぐものだ。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが示したように音楽はただ耳で聞くものではなく心で感じるものでもある。彼らの音楽がファンの心にどれほど深く響いているのか。 それは彼ら自身がステージで感じ取っていたはずだ。フェスティバルが終わった後も、ファンたちはその思い出を大切にし続け、次回の彼らの活動を待ち望んでいる。彼らの音楽がこれからどのように広がっていくのか、その過程を一緒に見守ることができるのは、ファンにとって最高の幸せだ。次回のロック・イン・ジャパン・フェスティバルがどのような形で開催されるのかはまだわからないが、そこでまた新たな物語が生まれることは間違いないだろう。 そして、フェスティバルに参加したすべての人々が、それぞれの物語を胸に秘めて、日常へと戻っていく。その物語は、日々の生活の中で何度も思い返され、時には困難な時に勇気を与えてくれる。音楽が持つ力、それはまさに人々の人生を豊かにし、希望を与えるものだ。これからのナンバー・アンダーライン愛の活動が、また新たな感動と驚きをもたらしてくれることを願ってやまない。 彼らの音楽は、ただのエンターテインメントを超えた、人々の心に深く響くメッセージを含んでいる。彼らが次にどのようなメッセージを届けてくれるのか、その一歩一歩を楽しみにしながら、私たちも彼らと共に進んでいきたい。また、ロックインジャパンフェスティバルのようなイベントが、これからも音楽ファンにとっての特別な場所であり続けることを願っている。音楽の力を信じ、音楽を愛するすべての人々が、 この場所で新たな感動を見つけられるように。そして、その感動がまた次のフェスティバルで形を変え、新たな物語を紡いでいくことを期待してやまない。今後も、音楽が人々をつなぎ、癒し、励まし続けることを信じて、ロックイン・ジャパン・フェスティバルの成功と、ナンバー・アンダーライン愛のさらなる飛躍を心から祈っている。フェスティバルでの一瞬一瞬が、永遠に色あせることのない思い出として、 全てのの参加者の心に残り続けることだろうそれは音楽が持つ魔法の一端でありその魔法がこれからも続いていくことを信じている次回のフェスティバルではどのようなアーティストがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのだろうかそしてそこに再びナンバーアンダーライン愛の姿があれば彼らがどのような新しいチャレンジを見せてくれるのか未来への期待とともに音楽が持つ無限の可能性を信じて 私たちは次のフェスティバルを待ち続ける。これからも彼らの音楽がどのように進化していくのか、そしてファンたちとの絆がどのように深まっていくのか、注目していきたい。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、多くの人々にとっての希望や勇気、そして癒しとなっている。その音楽が、これからも多くの人々の心に響き続けることを願ってやまない。最後に、 このようなフェスティバルを通じて、音楽が持つ力を改めて感じることができる。音楽は言葉の壁を越え、文化や背景の違いを超えて、人々を一つにする力がある。ロックインジャパンフェスティバルは、その力を体現する場所であり、参加者すべてにとって特別な意味を持つイベントだ。来年のフェスティバルもまた、多くの感動と出会いを生み出すことでしょう。その時、あなたもその場に立ち会い、 音楽の魔法を感じるることができるかもしれません次回のロックインジャパンフェスティバルでまた新たな物語が生まれることを期待しつつ今この瞬間を心に刻みましょう。そしてあなたにとって音楽とは何か改めて考えてみてはいかがでしょうか。その答えはきっとあなた自身の中にあるはずです。